第66回 NHK 紅白歌合戦出場歌手発表。3年連続で出場していた女性アイドルグループ、桃色クローバー Z がまさかの落選。高い人気を誇るだけに、音楽関係者の間で疑問の声が上がった。出場者発表を受け、ももクロは公式サイトで、紅白歌合戦を卒業します。と宣言。私たちは私たちのやり方で、皆さんと一緒に、私たちの道、を歩き続けます。ど真ん中しか歩きません。と綴り、大晦日に東京、トヨスピットでカウントダウン公演を行うことを明らかにした。まさかの落選だった。紅白には昨年まで3年連続で出場。NHK によると、出場歌手は、1、今年の活躍、2、世論の支持、3、番組の企画、演出、を前提に選考、柴崎明。チーフプロデューサーはももクロを選ばなかった理由を、3つの前提条件を、総合的に判断した、と説明。それ以上の質問には、個別の案件については控えさせていただきます、と応じなかった。しかし、今年のももクロが、活躍、や、支持、を書いたとは言い難い。発表したシングル3作はいずれもオリコンチャート4位以内にランクイン。定評のあるライブ動員力も衰えておらず、夏に静岡県のエコタスタジアムで行った公演は2日間で9万人以上を動員。来年2月にスタートするグループ初のドームツアーでは35万人超の動員を見込んでいる。番組の企画や演出にも貢献してきた。他の出演者のステージを盛り上げる演出や企画コーナーには積極的に参加。歌唱中の視聴率も出場した3回すべてで 40% 超えを記録するなど、番組を盛り上げてきた。今回選ばれた出場者の中に、ももクロより3つの前提条件を書く歌手がいるのは明らか。ファンには納得のいかない落選になりそうだ。